皆さんこんにちは、むりやりです。はい、今日はですね、購入品の紹介をまたしてみたいと思います。最近師走ですね。もう12月入ってしまいました。12月入ってたね。はい、いや、もう12月。今日の、この1個の動画は、私いつも使ってる照明があるんですよ。で、ちょっと待って、重いんだ、これ。これ使ってるんですよ、私今。で、これはね、結構コンパクトにしてるんだけど、これに、アダプターとかつけて、で、こう広げて、広がんねえ。広げて、で、ここにいつも置いて、使ってるんですけど、で今全く照明がない状態なのでちょっと暗いと思うんですけれども、これ使わなくても、例えば、本当に出先でも使えるような、なんかないかなと思って、YouTuber の友達にね聞いてたら、あ、いいのあるよって言われて、じゃん、こちらを紹介してもらったんですよ。でこれね、なんか自撮り用のiPhone ケースなんだって。私今これ使ってるんですけど、いつも撮影するとき、今これ三脚で撮ってるね、三脚なんですけど、今これ 5S で撮ってます。でこのカメラで撮るときもあるんですけど、大体は本当にこの、携帯 5S か 6S か、本当時々このカメラを使って撮ってるんですけど、これはでも2年3年ぐらい前かなに、怖い顔をして軽症で当てましょうみたいな感じでグランプリでいただいたものなんですけど、なかなかねパソコン持ち歩いて編集するっていう機会がなかったから、大体は携帯なんですよ。なので、なんていうの、外でじゃあ撮影をしましょうっていう時に、照明がないところ、もうねほとんどだから、なんかいい方法ないのかなっていう話をしたら、これをね紹介してもらったので、なのでこうやって三脚に立てかけてやる時とかはこれ付け替えてやろうかなって思って。これ開いてない？開いてる。まだ見てないのに。ローズのケースを買いました。ほら、あ、本当だ、本当にピンクだね。なんか出てきた。これやり方の説明がこう書いてありますね。英語ですね。自撮りをすると本当に違うらしいの。だからちょっとやってみようと思って。これどうなってんの、でもまず。あ、めっちゃ分厚いな。これあれだよね。なんか、これ撮っていいやつ？わかんない。すぐ壊す。ねえ。あ、撮っちゃダメなやつだ。撮れないやつか。はいはいはい。はい。これ何、これ充電してないのか、まだ。充電、じゃあちょっと携帯用充電器があるので今これ挿してみますね。そうすると多分充電できんじゃない。あ、充電されてる。なんか緑になってない、ほら。で多分、おー、めっちゃ光った。え、ちょっと待って、みんな気をつけて、マジで目大丈夫今、大丈夫今、すげえびっくりした。私もうわ、何、フラッシュした。あ、一回押しで、あ、消える。で一回押しでつく。でダブル押しで暗くなるんだ、ちょっと暗くなる。あ、でもう一回押すと消える。一回押してつく、一回押して、と、あれ一回押して、1回目がつきます、2回目でちょっと下がる、3回目で消える。さっきなんか、あ、さっきの何だったんだろう。あ、これ何、めっちゃ目いて。ちょっとじゃあつけてみます。つけて、はい、つけました。た、これガタいいな。でつけてみますね。あ、めっちゃやばい、これすごい。え、ちょっと待って、眩しい。ちょっと待って、これ何、すっごい眩しいんだけど。この状態で撮ったのをここに載せますね。ちょっと待ってね、普通の写真にしますね。怖いんだけど、これで、まず1個目押します。
おまぶしいって、確認すらできない。とりあえずいいな、保存しますね。で次下げます。あ、まぶしい、めっちゃ目にくるこれ。あ、やっべ、めっちゃ目にくるんだけど、すごいやばいぞ。そもそもそこなんだけどね、挟めるかな、三脚挟めっかしら。これ実験の動画を撮ってみたいと思います。ということでちょっとねカメラを切り替えてやってみたいと思います。はい、ということでどうですかね。なんかすごいあのメガネがあれですけど、メガネ取るとどうなんだか、メガネ取るとまず見えないんだ私が。どうなんだろう、これは成功なのかな。そのちょっと待ってね、これまず消します、つけます。これ一番明るいやつです、1回目のやつ。どうですか、前のこのさっき撮ってたやつよりはどうですかね。どうなってんだろう、私もなんかチカチカしてわかんないんだよな。でこれが1個落としたやつ、さっき私が写真で、あ、たたす、何これですね、これは写真でいいって言ったやつです、私が。どうなんだろう。でこの謎のフラッシュやってみよう、フラッシュ、謎のフラッシュ、謎のフラッシュです。これ謎なんだよな、すごい目が痛い。はい、ということでちょっと良くなったのか悪くなったのかわからないんですけれども、こんな感じでございました。はい、このそうだな、でも自撮りはいいと思う。あの動画に関してはわかんないですけど、自撮りはすごくいいと思います。あのまあ写真を見ていただければわかると思うんですけど、あのなんだろう、発色、肌の発色が違う。まあ、私はこっちの照明を使いつつですね、外に出た時は、動画を撮る時とかはこれを多分使いながらやっていきたいなと思ってます。はい、あのまあ冬だからね、クリスマスとかさ、あの絶対イルミネーションとかのところで、あの自分もぼやけちゃう時とかあると思うんですよね、イルミネーションのところって。やっぱり周りが光ってるから、だからそういう時にこれ使うといいのかなっていうのは思ったりもしました。はい、ということで今回はこれの購入品紹介でございました。ということで森有でした。バイバーイ。 Twitter、Instagram、Vine の ID は横に書いてあります。ぜひチェックしてみてください。ということで次の動画も楽しみに。チャオ。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。今回もご視聴ありがとうございました。私の動画がいいなと思った方はいいねを押していただけると嬉しいです。そしてこちらとかこちらとか好きなところに丸い私のアイコンを表示しておきますので、そちらが登録ボタンとなっております。下の登録ボタンでも大丈夫なんですけれども、この丸いボタンを押していただけると登録できますので、登録をしていただけると嬉しいです。そして過去の動画はこちらら辺に上げておくんですけれども、こちらに関連付けた商品購入動画のレビュー動画をやっておきたいと思います。ということで森有でした。最後までご視聴ありがとうございました。次回またお会いしましょう。バイバイ。